これまで学校で一生懸命勉強してきて、英語も国語もやってきたんですけれども、ここに来て成績が伸びませんと。今全然伸びてこないんですけれども、この時期から立見の方の学科に加わっても、それ対策できるのでしょうかというような感じなんですけれど今まも。で学科に加わってなくて、通常の、学校の成績だとかいうもので自分の、学科の力を、見てきたけれども、このところそのどん詰まりみたいな感じだってことなんですね。模試の成績も良くなくて、それであと、自分としても実力がついてるように思えないと、そういうような形で、学科を取ろうと思ってるんですけれども、ただもう時期も時期ですし、もう学科もだいぶ進んじゃってますので、冬だけ取ってもうついていけないんじゃないかっていうようなことで悩んでるみたいなんですけれども、その辺はいかがですか？まず、できることならですね、学期の途中でもいいんで、英語にしても国語にしても、途中から参加でもなるべく早く対策を立てた方がいいですから、冬から始めてっていうよりも、まだ、今後期が途中続いていますので、今後期の学科の途中ですから、途中ででも参加してもらった方が、より早く身につくっていう安心感はあると思います。それからあと、冬からでしか出られない生徒さんも、全く出なければ、今のちょっと停滞した状態がそのまま引きずって受験すると思うので、精神的にもすごく不安定、学科に対してですね、精神的に不安定な状況で受験すると、ちょっとなんか受験しているかしてないか、受験してるかして、できたかできないかとか、なんかこう中途半端な状況で受験が終わるんで、これやっぱり一番良くないんですよね。受かる時って、その何ができて何ができなかったのかっていうのはある程度はっきり分かる時なんですよ。だから、そこを目指して日頃の授業でですね、予備校の授業っていうのは、その何ができて何ができなかったかっていうのをはっきりさせる、日頃からはっきりできるように自分を持っていっとく、持っていけるような指導っていうのを予備校ってやるんですね。そうすると多少でき間違えたとこあったとしても、しっかりできてる状況が生まれるんで、それで受かるんですよ。ができたんだかできないんだかわかんない状況で試験を終えてるってことは大体できてないんですよ。だそういう状況を生まないためにも、冬季から出るだけでも意味はあります。もちろん早いに越したことはないんですけど、やっぱり何とかしなきゃっていう気持ちが起こった時が吉日、思ったが吉日っていう格言がありますけどね。思い立ったが吉日、思い立った日が一番良い日、一番チャンスのある日、チャンスだっていう教えですね、これ。だ何とかしなきゃって少しでも思ったんならば、そこで冬季なら冬季の学科の授業を活用してですね、自分自身のステップアップにつなげていってほしいと思います。こちら側としては自信持ってですね、合格に向けての指導をしてまいりますので、頑張ります。少しでも迷いがあるならば学科受けてください。キャットムービー立ち見よろしくお願いおし願まいしす。ます。お願いします。